はい、今回はですね、フロリダ合宿から緊急配信ということで、クラブモーションナビゲーター多くの皆さんにですねご愛用いただき誠にありがとうございます。販売初日からですね多くの皆様の発注をいただき、すでにお手元に届いた方もたくさんいらっしゃると思います。その中でですね、ドライバーヘアウェアウッドをどうやって装着するのというような質問が多数送られてきているようなので、ここフロリダからですねその装着方法、練習方法などをですね五十嵐ルアープロに協力してもらいながらやっていきたいと思います。もうすでにねフロリダ合宿でたくさんこの練習をして、実際どうですか、効果っていうかどう感じてますか？僕は朝、まずこれで素振りとか練習打って、普通に練習始めて、でそれでいい感じになってますね。実際ルーティンの中でやった方がその日のゴルフのコンディションみたいなのが高くなる感じするよね。はい、五十嵐プロはフックで悩んでいる部分もあるんで、この練習器具の効果っていうのが最も得やすいプレイヤーなのかもしれないですね。でその中でドライバーヘアウェット関係も練習してるんですけれども、それも難しくはないよね。今は、はい、大丈夫なんですけど、最初はえげつなく難しかったです。そうだね、はい、そうだね。じゃあまずちょっとドライバーの装着方法をですね説明してもらいたいと思います。五十嵐プロどうやってやってますか？あ、僕はだいたいこのラインぐらいに、あ、もう大体、はい、だいたいこのラインぐらいに合わせてます、はい、ちょっと分かりやすくやろうかな。大丈夫ですか？あの今撮影協力元飛鳥ですけれども、上から見た時に今私が置いているぐらいの角度です。で例えばこちらの方に振りすぎると球はより捕まりやすくなります。上のキャップ部分の切れ目ですね、右に振れば振るほど球の捕まりは良くなり、左に振れば振るほど球の捕まりは悪くなります。ただ右方向に振りすぎると構えてる時にちょっとクラブフェースが被るような感覚を感じる方もたくさんいると思います。なのでこの辺りはですね自分で装着をしながら、どのぐらいが自分にとってフィットする角度かというのを調整していただければいいと思います。最初わからなければですね、この辺仮にラベルを貼ってですね打ってみて、構えにくい、あまりにも打ちにくいということであれば、構えた時に被りすぎていると感じるのであれば少しクラブフェースの方に角度を振ってください。またボールの捕まりが悪いというふうに感じる方は、少しクラブフェースが被る角度を違和感を感じながらも右方向に振っていただければいい結果が得られると思います。それと同じようにですね、ヘアウェイウッドもフェースラインよりは右方向、今私がやっているこのぐらいの角度が基準ということになります。最初練習するときにはですね、目印としてラベルか何かを貼って装着することがおすすめです。仮にクラブフェースが被りすぎて感じる場合には、同じようにクラブフェースの方に振る、そしてボールが捕まらない場合にはラベルよりもさらに右側に振って練習していただく。このようなユーティリティもヘアウェイウッドもドライバーに関しても正しく練習できるというふうに思います。ではちょっと早速ですね、これをだいぶ極めてきた五十嵐ルアープロに試しの一打、まだ何も練習してないけど、はい、ちょっと軽く実際打ってもらっていいかな。はい、僕だいたいこんぐらいですね。僕だいたいこんぐらいって言ってね、伝わるかな、こんな感じです。大丈夫ですね、はい、はい、じゃあちょっと早速打ってもらいたいと思います。あんまりアップもしてないところで打ってもらうの申し訳ないけれども、せっかくなのでフロリダで豪快のショットを。打ってます。はい、軽めでいいですからね最初はね。はい、はい、いい球、うっすらフェードボール。五十嵐プロはね、もう下手したら調子によっては持ち球チーピンみたいな時もあるんで、あのチーピンは打てませんね。これで打てば、あー素晴らしいストレートドロー、めっちゃいい、はい完璧です、撫でてますめっちゃ練習しましたはい、ということで今回はですね緊急配信でドライバーの装着方法、ヘアウェイウッドの装着方法をここフロリダから五十嵐ルアープロに協力をしていただきながらお届けしました。アスカありがとう、撮影はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。